スノーマン渡辺翔太、スワブスキ初のジャパンアンバサダーに就任。喜びのコメントを発表。エンターテインメントの世界に身を置くアイドルとして、スワブスキのジュエリーが持つきらびやかさや輝きに負けないよう、精一杯頑張ります渡辺翔太、スノーマンの渡辺翔太が、スワブスキ初のジャパンアンバサダーに就任した。スワロフスキー、ジャパン株式会社がアンバサダーを任命することは今回が初めて。渡辺翔太は、 二枚連続で初週のうちにシングル CD がミリオンセラーを達成した史上初の男性アーティストグループの一員であり、その素晴らしい歌唱力とパワフルなダンスムーブで日本のエンターテインメントシーンをリードし続けている。カリスマ性のあるポップアイコンである渡辺は、スワブスキブランドの喜びに満ちたスピリットと価値観を完璧に体現している。スワブスキは一世紀以上にわたり、ファッション、映画、 エンターテインメントの世界でポップカルチャーのきらめく瞬間にまばゆいばかりのスター性を加えてきた。2020年のデビュー以来、輝く個性を磨く努力を怠らず、クリスタルのファセットのように様々な顔を見せ、見る人に楽しい驚きをもたらしてきた渡辺翔太の姿は、スワブスキが比類のないサボアールフェア、サボアフェールでクリスタルの芸術性を進化させてきた姿とも見事にマッチする。今回のスワブスキジャパンアンバサダー就任にあたり、 アイコニックな商品であるミレニアネックレスを身につけ、スワブスキーグローバル、クリエイティブ、ディレクターのジョバンナ、エンゲルバートが持つビジョンを日本で発信していく表現者として、渡辺翔太は次のようにコメントしている。渡辺翔太コメント1895年創業以来多くのエンターテインメントシーンとの関わりを大切にしてきた、スワブスキーのジャパンアンバサダーに任命いただき、本当に嬉しく光栄に思っております。 エンターテインメントの世界に身を置くアイドルとして、スワーブスキのジュエリーが持つきらびやかさや輝きに負けないよう、精一杯頑張ります。スワーブスキならではの輝きと魅力、身につける喜びや楽しさを一人でも多くの方に伝えていきたいと思います。